お久しぶりですね、皆さん。久々になって申し訳ない。忙しくしてました。ごめんごめん。久しぶりにエペックス遊んでこっかね。そう、今ね、ゲーム部屋大改造計画を立ててまして、そう、皆様にお披露目できる日は、まあもうちょいかかるかな。あと1ヶ月、2ヶ月かな。2ヶ月ぐらいかな、3ヶ月ぐらいかな。わかんないけど。ガラッと変えるつもりなので、それはそれで楽しみにしててください、皆さん。おお、びっくりした。最近、地域めっちゃ、あれ使ってんだよな。あ、ほんと？そうだね。それで使いたくなったんだけど、むずいわ。すごい喋ってる、この人たち。ちょっとひとっぱしりと行こうぜ。あ、知ってくれてる、この人たち。お願いします。お願いします。本物？やば、え、本物？やばやば、頑張りましょう。え、やば、俺今山田涼介と話してる。嬉しいね、こうやって男の子でこうやって言ってくれるの。エフェクスの有名人っていう枠でいいのか、俺は。いやいや、俺ら恥ずかしいよ。かわいいな。ナイスカバーすぎ、それ。やばい、ロックアウトで終わっちゃう。え、終わっちゃった。終わっちゃった。ありがとうございました。はいや、やば、かわいいな。すごい、いい人たちだったね。甘く見ないで、私は戦いに来た。俺の声眠くなる。イケボ、イケボエペックスするか、イケボエペックス。じゃあ、エペックス、やっていこうか。君は負ける運命だったのさ。どこ降りるんだ？俺か。俺がジャンプマスター。ミラージュだから、デコへバンバン出しちゃうよ。冷静に、一人で何やってるんだろうって今思ってる。三人で同じとこは降りない方が、いいと思うよ。なんかいる。あ、なんだこいつ。おーい。はいはいはい。お。おい、ピコピーカーか。ライトアームが切れた。うまくい。え、まだ。なんだあの人、なんだあの人。あははは、擦りつけるんですね。パッパ、ほんとにごめんなさい。頑張ります。これダブハンチャンスです。敵だ、いけいけ、敵だ敵だ。いました、いました、いました、いました。皆さん左上にご注目ください。あ、当たんねえ、この武器。いるよね、やっぱね。
死んじゃうそれ。あそれ死んじゃう。あオーマイグネス、みんなひどいよねえ。ああいけないのよいけなかった。あおめでとうじゃねえよ、青女いけなかったわ。いける。ジャンプマスターは私よ。ジャンプマスターは私よ。リングのことなら誰よりも分かってる。任せて。行きましょう。行きましょう。おお、なんかいるよねっていう話をね。今のよく打ち勝てたよねって話だよね。俺種ため舐めんなよ。いい感じじゃない。強すぎるよねって話だよねって話だよね。いい感じに敵をほふってるよねって話だよね。せっせっせやーせっせっせやーなんだじゃそうだ。このこれネタ知ってる。せっせっせやーせっせっせやーなんなんじゃそりゃ。ナイスで終わるなり。せっせっせいやーせっせっせいやーなんなんじゃそりゃ。これ一人じゃない。私は思って、違う、いたわ。敵を倒した。いいショットだ。おお、せっせっせいやーせっせっせいやーなんなんじゃそりゃ。楽しかった。でもで、何度も言いますが、ゲーム部屋の改造、あとね、そのハンマーミラーさんから新しい椅子が届いたりとか、ギガクリスタさんのモニターとかもまだ紹介できてないところもあるので、最近の、ゲーム部屋のデバイス紹介も含めてやれたらなと思っていますので、まあ、楽しみにしていてくれたらなと思います。あと4月の18日ですね。あとまあ2週間ぐらいか。王様に捧ぐ薬指というドラマ、今絶賛撮影中でございますので、ぜひぜひそちらの方もご覧いただけたらなというふうに思いますので、チェックしてみてください。ということで、皆さん、長いようで短いような、そんな時間、ご視聴いただきありがとうございました。また、時間ができたら急に多分配信すると思います。まあ、APX なのか、バイオハザードなのかわかりませんが、みんなとちょっとギャーギャー言いながら、あそちらは顔出し配信ありの方が多分楽しいと思うんでね、顔出しながらみんなとのんびりゾンビをはっ倒せたらなというふうに思ってますので、よろしくお願いします。ではでは皆さん、また遊びに来てください。それではおやすみ。